発見動画チャンネルの吉田勤です。今日は法政大学にやってきました。法政大学といっても多摩キャンパスでして、この市街にありますキャンパスとは非常に雰囲気の違った、この穏やかな周りの風景にあったような感じの大学キャンパスです。ちょっとかなり早い時間に到着をしましたので、まだ人でもまばらという感じでして、これから先3355集まってくる人たちがあるんじゃないかと思います。ここに67回の実習法政祭多摩地区とにありますが、ちょっと約束がありましたのでこちらにやってきましたが、実際にはなかなか今日他にも用事がありますので、すぐに抜けていくような感じになると思います。とにかくやってきましたということをご案内しておきます。この市街のキャンパスに比べますと、この大学祭の雰囲気も非常に温当な感じです。吉田勤でした。終わります。